体育館をバスケ部が使用中と。コナン君、さっき空き部屋が見つかったわ。1階の端の松本咲っていう子の部屋。さっき文芸部の仕事とかで寮に残ってるんだけど、他の部屋に泊まるつもりだから部屋使っていいって。咲お姉ちゃんの部屋だね。わかった。咲きお姉ちゃんって文芸部員なんだ。ええ、なんたって学年一の秀才よ。定期テストで常にトップを取り続けてるんだから。へえ、すごいんだね。素直でいい子よ。ちょっと芯の弱いとこがありそうだけどね。玲子お姉ちゃんって知ってる？あまりいい噂を聞かないわよね、あの子って。美人なんだけどね。何か見つかった？ううん、別に。葛城玲子、この部屋のはずだけど。誰もいないのかな。松本咲、ここか、俺の一夜の宿は。あら？あ、こんにちは。ああ、あなたがコナン君ね。リサから聞いたわ。今夜はどうぞ、ごゆっくりね。ありがとう。サキよ、松本サキ。ありがとう、サキお姉ちゃん。かわいい。いけねえ、お行儀のいい子供ってのが板についてきやがった。ねえ、リサって何かあったの？最近妙に怯えたようなとこがあったし。僕よくわかんない。そっか、子供にはわかんないよね。そうだ、咲お姉ちゃんに聞いてみたいことがあるんだけど。咲お姉ちゃんの部屋、ワープロ置いてる？いいえ、置いてないけど。私は図書室のワープロをよく使うわ。家へ帰らないの？うん、文芸部の仕事があるからね。この連休中に文集をまとめちゃう予定なの。リサお姉ちゃんのこと何か知らない？うん、私も心配してるんだけど、
ナオミなら何か知ってるんじゃないかしら。ナオミお姉ちゃん？マユミお姉ちゃんって文芸部の部長さんなんだってね。ええ、その上生徒会長で寮長で才色兼備と来てる。すごい人よ部長は。叶わないな。部長の前じゃ私なんか全然霞んじゃう。私が威張れることなんか成績くらいだわ。麗子お姉ちゃんって知ってる？よくは知らないわ。知ってる？学園のお騒がせ娘。何か事件が起こると必ず首を突っ込んでくるのよ。リサが元気ないことにも気づいてたから、ひょっとしたら何か嗅ぎつけてたりしないかしら。弓お姉ちゃんって知ってる？リサのルームメイトね。でもあんまり口聞いたことないな。文芸部の仕事が忙しくてね、今夜も夜鍋になるかも。ワープロ置いてる？いいえ。私も心配してるんだけど、ナオミなら何か知ってるんじゃないかしら。部長の前じゃ私な。文芸部の仕事が忙しくてね。さっき知ってリサが人のことハイエナみたいに。やだナオミ、いたの？文芸部の仕事があるから投稿するようにって連絡してきたのあんたじゃない。そうだったわね。それじゃあ図書室で。コナン君、あとはこの部屋自由に使っていいからね。お騒がせ娘だっつーのよ。さて、あんたが江戸川コナン？うん。あれ、この人どうして俺の名前を。どうして僕の名前をって顔ね。リサが珍しくお客さんを招待したって言うから、どんな人物かちょっと調べてみたわけよ。そしたら毛利小五郎の娘の蘭さんとその連れ子のコナンって言うじゃない。連れ子？あら、違うの？まあいいわ。ともかく名探偵毛利小五郎の顔くらい拝めるかなって思ってたのよ。あと数年だけどね。なんせ
と天才高校生探偵が後に控えてるんですからね。ど天才高校生探偵？それってひょっとして工藤新一とか言って、この女意外と物事わかってるのかも。そう、この吉野直美ちゃん。ずる。今はしがない学園探偵クラブの部長だけど、この私の灰色の脳細胞が目覚める日は近いわよ。私が探偵デビューを果たした日にゃ、悪いけど毛利小五郎も日本で2番目になってもらわなきゃね。なんだよこの女。でやっぱあれでしょ、犯行予告状事件でリサのところに来たんでしょ。え、いや僕は何も。まったく、リサったら私っていう優秀な探偵がいながら外部の人に助けを求めるなんて。見てなさい、お姉さんがこの事件をパパッと解決して探偵道の真髄を見せてあげる。というわけで、ちょっと事情聴取させてもらうわよ。え？リサがあんな脅しをかけられる事情について何か聞いた？僕知らない。とぼけなくたっていいじゃん。私はリサのために動いてんだからさ。本当に心配してんのか？ただの野じ馬根性じゃねえの？あの手紙にあったリサに復讐するっていう日は結局いつなのかしら？僕知らない。何よ、使えないわね。依頼人の秘密をベラベラ喋れるかっての。ね、ちょっとお話聞いてもいい？ほら、事情聴取してるのは私でしょ。あ、そう。でもさ、直美お姉ちゃんって自宅から通ってるの？そうよ。でも今夜は文芸部の仕事で泊まり込み覚悟だけどね。じゃなくて、私が聞く側なんだってば。私はね、あの手紙は学校のワープロで打たれたもんじゃないかって睨んでるの。へえ、一応観察眼はあるのかな。普段私たちが文芸部で作ってる文集とまるっきり同じ紙だもん。それじゃ一目見りゃわかるだろう。リサがあんな脅しをかけられる事情について何か聞いた？リサに、ね、ちょっとお話聞き、こら、ワープロで撃たれたのかまではわかんないのよね。あの
インクリボン調べれば。インクリボン？あ、そっか、リボンに文字が残ってるはずよね。それ調べりゃ使われたワープロはすぐわかるじゃん。チビ、頭いいね。私の助手で使ってあげてもいいよ。チビ。よし、まずは校内と寮内のワープロを片っ端から調査しなきゃ。あら、ナオミさん、こんなところにいたの？ゲ、部長。サキさん、ずっと図書室で待ってるわよ。早く集合してね。それから、また制服のリボン忘れてるわよ。ちゃんとつけなさい。もう部長ったら硬いんだから、いいじゃん、休日登校の時くらい。あなたは平日もつけ忘れてるでしょ？あ、そう。急いで仕事終わらせたいから、早く図書室まで来てね。せっかく気分が盛り上がってる時に。要するに探偵かぶれのお調子姉ちゃんってわけだな、あのナオミってのは。図書室では文芸部が仕事してるはずだな。話聞いてもいい？私は特に用事があって残ってるわけじゃないの。学校にいれば友達と会っていられるし。ユミは私の一番の親友だわ。この話はもうよしましょう。女子校でマドンナっていうのも変だけど、真由美さんは全校生徒の憧れの的なのよね。まあ彼女に会えばわかるわ。多分嫌でも会うわよ、神出鬼没な子だから。ちょっと芯の弱いとこがありそうだけどね。
りいい噂を聞かないわよね、あの子って。うん、なんか申し訳ないな、この部屋一人で使わせてもらって。あまりその辺調べ回るのも悪いよな、事件との関係もまだわからないし。いい匂い、女の子の部屋なんだな。バカ、何考えてんだ俺ってば。あまりその辺調べ回るのも悪いよな、事件との関係もまだわからないし。ちょっとお話聞いてもいい？